亀田藩。亀田藩は、出羽国、宇五国百合郡、亀田、現在の秋田県百合本城市岩木亀田の亀田城に、成長を置いた藩。藩主は、岩木家。岩木氏は、日立平氏の血を組む名族であるが、戦国時代中期の当主、岩木重隆は、娘の久保姫を、伊達春宗に嫁がせ、その長男である近隆を養子に迎え後継としたため、 近高とその子の常隆は、伊達氏の男系の血筋ということになる。小田原征伐直後に、常隆が病死したが、常隆の実子である正隆は、常隆の死後に生まれたため、佐竹義重の三男、岩木貞隆。母は、伊達春宗と久保姫の娘が、岩木家を継いだ。正隆は、伊達家に引き取られ、仙台藩の藩主一門、岩屋堂伊達家の祖となった。 豊臣政権下における、定高の所領は、岩木平十二万国であった。関ヶ原の戦いでは、当軍方になったが、定高が、長兄の佐竹義信に従って、合津政伐への参加を見合わせたため、改役された。同様に改役された兄の足名森主や弟の、田賀千家は、義信の臣となり、久保田藩へ転放された義信と共に、秋田へ移ったのに対し、 相馬義種が海域撤回され給料復帰したことに希望を見出した定高は岩木家最高を誓って江戸で浪人した。戦国時代の出羽国百合軍は百合十二党と呼ばれる小勢力が拡挙していた地である。単独で戦国大名と呼べるほどの大勢力は存在せず、周辺の安藤氏、秋田氏、小野寺氏、大宝寺氏、最上氏らの構想の舞台となり、 離合集散を繰り返していた。百合軍の内亀田では赤尾氏が勢力を持っていた。ただし赤、尾津氏の拠点は、後に亀田城が立地する高城三北六ではなく、南六にあったと考えられている。赤尾氏は百合州の中では比較的大きな勢力であったが、関ヶ原の戦いの後に改役され、一族は佐竹や西条家、生駒家などに仕えた。 江戸時代初期の時点で、百合軍の大半は、最上領になっていた。慶長20年、1615年の大阪夏の、陣に際し、定高は、本田正信の組下として参戦し、先行を挙げた、ことで、翌元那2年、1616 16年に、品の中村藩、川中島藩一万国へ再封された。元那6年、1620年10月に、 貞隆が死去すると、長男の岩木修理大部、吉高、後の佐竹義隆が後を継いだ。元那8年、1622年、最上家が改役された後の出羽国由利軍に1万国を、加造される。翌元那9年、1623年に吉高は、出羽亀メへ成長を移し、品濃国の領地も、出羽へ改地された。これによって、亀田藩が成立した。 寛永五年1628年に、吉高が佐竹家の養子に入ったため、叔父の岩木田島守の部高、田谷千家から、改名が二大藩主となって、岩木家を継いだ。以降四大藩主岩木井を守る秀高までは、佐竹家の男結決闘であった。佐竹家は、岩木家天保後の亀田藩の建地、城下建設などを全面的に支援したが、 クボタ藩で制定したキリシタン取締りなどの諸法刀を他藩にも適用させるなど藩経営が安定してからも藩政への介入を続けたため独立した大名であるにもかかわらず実質的に市販扱いを受けているとして様々な争いが起きている特にクボタ藩において年具米輸送など水運の大艦船であった小物川に一部亀田藩領を通過する区間があり 現在の秋田市優和新派、優和校の亀田藩が川船に課税しようとした際は、激しい対立が起こった対正寺論争。これらに伴い、次第に亀田藩と久保田藩の間には、相互不信が募っていくようになった。教法三年、1718年、四大藩主の秀高が、着手のないまま没して、定高、信高の系統が断絶した結果、 佐竹家と岩木家の間に、血縁関係はなくなった。かつての血縁を頼って、伊達正隆の末裔である、岩宿伊達屋、伊達村、隆の子を養子に求めたが、村、隆の子は創生しており、交渉がまとまらなかった。ついで、佐竹家に養子を求めたが、こちらも交渉が成立せず、改めて、伊達家と交渉した結果、仙台藩主、伊達吉村の弟の子である、 いわき田島森高将が、養子に入り、五大藩主となった。続く六大藩主のいわき内森高京は、再度の交渉で、岩屋道立家から迎えた養子であり、ここで常高の系統が150年ぶりに、いわき市当主へ帰り咲くことになった。ただし、龍康氏の父であ、伊達村持は、三沢氏からの養子であるため、龍康氏に、いわき氏との血縁はない。これ以降、 亀田藩と仙台藩との関係が強まっていく。法歴11年、1761年、犯罪性の急暴と重役の防政に橋を発し、亀田藩市秋田退散事件が発生する。関係者の処分をめぐって、亀田藩と久保田藩の交渉が決裂したため、両藩は15年ほど断交する。1868年、慶応年の戊辰戦争では、 東北諸藩が結んだ奥越列藩同盟に、亀田藩も参加した。しかし、十二代藩主の岩木左京大部流頬は、同盟締結前の4月1日に新政府の上落命令に応じて、明治天皇を廃越したほどの勤労派であったこともあり、東北諸藩で藩主自身が上落したのは、流頬の他下手て渡し藩主、立花種行と山形藩主、水野忠宏のみ、 久保田藩の呼びかけで、本城藩、新城藩、矢島藩と共同盟を脱退し、新政府軍、大宇人部隊に組みして、列藩同盟の庄内藩軍との戦い、秋田戦争に参戦した。とはいえ、小藩であり、志は、勤労といえど、微力として、隣国、旧来からの関係である、久保田藩の指揮下で働くことを、新政府にも久保田藩にも申し出ている。 ところが、大内部隊総督府は、山口藩、鹿児島藩、久保田藩などの大藩が戦争を主導し、小藩は協力するだけで良いとしていたにもかかわらず、7月7日に、亀田領へ進軍してきた山本昇雲助、山本智之助と上田祐一、共に山口藩から派遣された官軍は、亀田藩に反逆の疑いありと称して、潔白を証明したければ、 戦法を務めよと強権的に命じた。いやおうなく最い前線に送り込まれた、亀田軍は、山本らが敵情を理解せず、軍議へ頻繁に干渉したこともあり、武装も、戦術式も優れていた庄内軍を相手に、甚大な被害を被った。他にも、山本らの横暴な振る舞いは、亀田藩士の間で新政府軍を、漢族、漢軍を名乗る族と,ととみなす声が上がるほどであった。 七月二十八日、省内軍の猛攻により、矢島が陥落。八月一日の軍事で、援軍を要請した、亀田軍隊長の神谷尾成を山本が罵倒し、鉄線で横打するという屈辱的な事件が起こった。さらに、本城藩領、二家保領が、次々と陥落していく中、広崎藩からの援軍が到着し、本城藩主、六号政官も反撃を主張しているにもかかわらず、 8月5日に山本は本城、亀田を捨てて秋田へ総退却すると命じた。本城藩は本城城へ自ら放火し命令に従ったが未だ敵軍が到達すらしていない時点での治療放棄を命じられたことで激怒した亀田藩主たちは藩主、竜邦に対し新政府軍からの離反を主張した。竜邦はあくまでも新政府軍に準じることを望んだが 呂民を守るためとの家臣の懇願に、不勝不勝同意し、自らを人質と称して、省内へ出向いた。省内藩主、坂井忠厚は留保を品格として扱い、8月8日に和議が成立した。その後、亀田軍は省内軍に合流して、秋田の新政府軍と戦ったが、9月11日、久保田城まで三里、約1 2トルの距離に迫ったところで、佐賀藩、 鹿児島藩などの援軍が到着し、新型兵器も供給され勢い盛り返した新政府軍から痛烈な反撃を受けた椿台の大会戦。また、この頃ロヨネザー藩、仙台藩が降伏したことで、新政府軍に南北から攻撃される可能性が生じた。そのため、省内軍も撤退し事業防衛に徹することになったが、省内軍は亀田を見捨てず、 亀田軍の撤退を見届けてから、自らが撤退することで審議を見せた。9月21日、亀田に侵入してきた、久保田半兵が、無人の城下で略奪を働いた上、山本の命令で、亀田城に放火した。9月27日、亀田藩は、庄内藩と共に新政府組へ降伏した。降伏単願書は、秋田の大内部隊総督府ではなく、 越後政党軍参謀の黒田清高へ提出した。黒田に対し、秋田と将来に挟まれ、主体的な行動を取ることが困難であった事情を考慮させることに成功し、最終的に二千国の元法と流法の隠居という、寛大な処分で済ませることができて、明治時代に至った。とざま、二万国一万八千国。二大藩主の信高は、初代、 義高のおじであり、下の世代から、上の世代への相続は本来忌避されていたため、秋田武官などの司書では信高を藩主ではなく、重高が相続するまでの番台、大つなぎと手扱っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。